さあ選手たちが今ピッチ上に姿を現しました。 J2 昇格を狙う上位の2チームが激突する前半戦の大一番です。今前半のスタートです。右にエンドを取っているのがホーム、グリーンのユニフォーム松本、そして さらに宮本、そして右のサイド佐賀ですが、ここは富山が対応していきます。さあ岩渕から宮本狙っていった、決まった、左足一閃、ボランチの宮本が決めました。さあゴールを決めました、見事左足一閃でした。さあ一本長いボール、さあここに横山がいます。左のハイサイド間に合いました。さあここの仕掛け、進入してクロスを上げていきます。ヘッド落とし、決まった、最後富山が押し込みました。1対1同点、前半のアディショナルタイム。さあ前半の終了間際、試合は振り出しに戻りました。さあもう一度横山が仕掛けます。横山切り返してマイナス渡して菊井のシュート、あーどうしてだ、決まった、富山今日2ゴール目、最後は富山が仕上げました。2対1逆転松本。菊井の中に入れていってやったのは、まあ、他の選手に当たってルーズになったところ、長井、ここは安藤が行く、あしかしファールです、安藤のファールです。すぐに始めようとします。あーカードが出ました、あ安藤に対してイエローカードが出て2枚でレッドカード退場です。さあそのまま流れて、そのままゴールラインを割っていった、ここで長い笛が鳴りました。今日2ゴールの富山も喜びを爆発。